夏時間を実施している国、地域過去に夏時間を実施したが、現在は行っていない国、地域夏時間を実施したことのない国、地域夏時間、直約、日光節約時間。カナダ、オーストラリアでも用いるとは1年のうち夏を中心と、する時期に太陽が出ている時間帯を有効に利用する目的で、標準時を1時間進める制度、またはその進められた時刻のこと。 ただし、オーストラリアのロードハウ島では夏時間と通常の時間の差が30分であるなど一律ではない。現在の主な実施国家、地域では実施期間が7から8ヶ月間のため、1年の中で通常時間より夏時間の期間の方が長くなる。一般に昼間の明るいうちに仕事をし、夜の余暇時間を長く持つことができる。 緯度が高く夏の日照時間が長い欧米諸国などで多く導入されている。しかし、スイスや欧州連合では、省エネルギーの効果が乏しく、健康に悪影響があるという理由で、市民の8割が廃止を望んでおり、EU では廃止の検討が進んでいる。夏時間開始の際には、時計を1時間進める。夏時間終了の際には、時計を1時間戻す。 以下のような効果が期待できると考えられている。日の出とともに起きるのは中高生の生物には適した生活スタイルである。夏時間の導入については反対論も存在する。夏時間に対する反対意見としては以下のようなものが主張されている。夏時間は健康へ様々な影響を及ぼす。労働時間が一定している社会では、 夏時間の導入により午後の明るい時間に、戸外での運動が増える傾向にある。また日光を浴びる時間が変わるので、居住地や生活時間によっては、皮膚内のビタミン D 生成を促す等のメリットがある。しかし、皮膚がんの恐れを増す場合もある。夏時間は、気象時間を早めるため、うつ状態の改善につながるとの指摘もあるが、その逆を指摘するものもある。 また夏時間への変更直後の2日間では、拒絶性発作の発生率が増加するが、一週後には、平常値に戻る。時計の時間を早めることは、心臓発作のリスクを10%増加させ、睡眠時間を減少させると同時に、睡眠の効果を低下させる。外実リズムの季節適応には深刻かつ数週間に及ぶ影響を与える。2008年の研究によれば、 夏時間への移行直後の数週間で男性の自殺率は増加するが、季節適用後にはこれらの関連性は大幅に減少する。2008年のスウェーデンの研究によれば、夏時間の最初の3週間において、心臓発作は顕著に増加し、夏時間終了後の3週間では顕著に減少する。一般に夏時間終了時の夜は1時間長く眠れると言われるが、 2013年の論説によれば、実際に人々が長く眠っているというエビデンスはほとんどない。また同じ文献によれば、夏時間開始時には睡眠時間を1時間奪われるため睡眠不足となり、その影響は少なくとも1週間持続する。2015年には2人の心理学者が睡眠への悪影響を理由の一つとして夏時間の中止を提言している。 カザフスタン政府は2005年に夏時間を廃止する際、時刻変更に起因する健康への影響を理由として挙げている。2011年3月には、ロシア大統領、ドミートリー・メドベージェフが時計の針を動かすことによるストレスが、ロシアが夏時間を通年維持する理由であると述べ、政府関係者は自殺の年次的な増加について指摘している。夏時間で一般に、 予期されていなかった悪影響として夜明け前に生じるラッシュアワーと自動車の排気ガスが日中よりも過酷な大気汚染を生じさせるという指摘がある。米国ワシントン大学とバージニア大学の研究者は2017年に夏時間によって睡眠時間が減少した判事は判決の契機が長くなる傾向を報告している。また人間の活動時間帯が変わることにより ドイツでは、乳牛の牛乳生産量減少、野生動物の交通事故死亡が見られるとの報道も、ある。18世紀に、米国のベンジャミン・フランクリンが提唱したとされるが、これは、時計の針を動かすことなく市民の早寝早起きを推奨したのみであり、フランクリンの時代には現在の方式のサマータイムを提唱したのは、イギリスの建築業者であったウィリアム・ウィレットである。 実際に採用されたのは、第一次世界大戦中のドイツで1916年4月30日から10月1日まで、同じく、イギリスが1916年5月21日から10月1日まで、採用したのが始まりである。ドイツが第一次世界大戦中に導入し、廃止などを経て、オイルショック後の1980年に再開したのは、省エネが目的であった。 アメリカ合衆国では1918年と1919 19年に、各7ヶ月間、夏時間が導入されたが、大変に不評のため廃止になった。その後、第二次世界大戦中に、資源節約目的で復活し、今に至る。1986年までは、現地時間で4月最終日曜日午前2時から10月最終日曜日午前2時までの間、 それまでの時刻に1時間を加えたタイムゾーンを採用する1966年方式が主に使われていたが、その後は開始日は4月第1日曜日となり、2007年からは包括エネルギー法案の可決により、期間が約1ヶ月延び、開始日は3月の第2日曜日、終了は11月の第1日曜日となった。なお、議会で法案が通れば、 その自治体は夏時間を使用しなくても良いため2008年現在低位度のハワイ州は州全体アリゾナ州では大半の自治体で夏時間を採用していないなお2005年まで大半の自治体で夏時間を採用していなかったインディアナ州は2006年から州全域で夏時間を採用している日本では 占領軍の死生下にあった1948年から1951年の間のみ実施されていた。稀な事例だが2段階のサマータイムが実施された例がある。連合国占領下のドイツで1945年と1947年に実施された。1945年の場合は独ソ戦終了前から通常のサマータイムが実施されていたが5月の 独ソ戦終了間もなくから9月まで、ソ連占領地域とベルリンにおいてプラス2時間のサマータイムが実施され、当時サマータイムを導入していなかったソ連の首都モスクワと同じ時刻になった。1947年の場合は、ドイツ全土において4月6日に第一段階のサマータイムを開始、5月11日から6月29日まで2段階目を実施し、 10月5日にサマータイムを終了した。EU は夏時間の開始日と冬時間の開始日を1998年に統一。長らく運用が続けられてきたが、夏時間及び冬時間を2020年、冬時間に終了し2021年以降は、運用しない案を2019年3月に可決。EU 加盟国は夏時間と冬時間のどちらかを標準時として選択することとなった。 2020年現在1949年4月3日より実施されたサマータイム日本において夏時間は第二次世界大戦敗北後の連合国軍占領期に GHQ 主導下で公的に導入され1948年4月28日に交付された夏時刻法に基づき同年5月2日の午前0時から9月11日にかけて初めて実施された 以後、毎年5月のみ4月第1土曜日24時から9月第2土曜日25時までの間に夏時間が実施されることとなったが、残業増加や寝不足を引き起こすなどとして不評を呼び、1951年度はサンフランシスコ講和条約が締結された第2、金曜日の9月7日で打ち切られ、翌1952年4月27日の占領終了と、 同月28日の条約発行による日本の主権回復に先立ち、家事国法は同年4月11日に廃止された。なお、当時の人々やマスメディアの日本語表記はサマータイムではなくサンマータイムだった。前日の通り、日本での公的な夏時間の実施は1948年から4回だけで終わったが、1995年頃からは、 省エネルギーなどを名目としたサマータイムの再導入が一部議員を中心に検討され始めた。衆参両院長党派の100名長の国会議員らにより2004年8月にサマータイム制度推進議員連盟が設立された。会長は第一次小泉内閣の経済産業大臣だった平沼武雄。2005年に法案提出の動きがあったができなかった。 平沼自身は郵政選挙で自民党を離党し政治権力の中心から離れるとともに反自民の象徴となった。以降この議連による動きは止まったままである。2007年春には日本経済団体連合会が自由民主党に対して夏時間の導入を提案した。同年8月1日から8月31日までの1ヶ月間日本経団連は 経団連会館内で、修行、就業時刻を通常より1時間繰り上げる、サマータイム勤務を実施した。福田康夫内閣は、地球環境と生活者の重視を旗印にしており、自民党は2008年4月に、地球温暖化対策推進本部を立ち上げた。会長は、野田武元実知省であり、地球温暖化対策に対する意識変化を、国民運動的に求めていくとして、 サマータイムを政府のなすべき温暖化対策、環境対策の切り札として位置づけていた。2008年5月13日、自民党地球温暖化対策推進本部は、サマータイム法制化、完全導入への作業を本格的に開始した。麻生内閣は2009年6月28日のり、秋広韓国大統領との日韓首脳会議後、 日韓同時にサマータイムを導入すれば経済効果が高いと認識を示していた。2009年9月9日に鳩山幸夫内閣下で鳩山幸夫首相との日韓首脳会議で李明弘韓国大統領が日韓同時導入を韓国政府が提案する方向で検討していると発表した。2020年に開催される東京オリンピックでは開催時期に猛暑が予想される。 ことから、2018年7月には、組織委員会会長の森吉郎が、日本国政府に対して、サマータイムの導入を、内閣総理大臣、安倍晋三に申し入れ、導入の検討が開始された。同年8月の時点では、2019年、2020年限定で、6から8月に2時間の時刻繰り上げを行うこととし、 必要な法整備は超党派による議員立法により行うという案が与党内で取り沙汰されていた。しかし、情報技術機器や地震系のコンピュータプログラム変更には実施に4から5年かかるため、2020年には間に合わないと専門家は反対している。2018年11月21日、自民党はサマータイムの導入を断念することを正式決定した。 前日の通り、日本では過去にサマータイム制を導入しながらも廃止した経緯がある。NHK オンラインが2005年8月12日に実施したアンケートでは反対派が賛成派をわずかに上回った。同じく NHK が2018年8月に実施した世論調査では東京オリンピックの暑さ対策としてサマータイムの導入に賛成が51%。 反対が12%、どちらとも言えないが29%であった。同じく2018年8月の朝日新聞の世論調査によると賛成が53%、反対が32%、その他答えないが15%となっている。以下はサマータイムに反対する理由である。北海道サマータイムは時計をいじらず、 出退勤時間を早めるという自差出勤の一種であり、本来のサマータイムとは異質な制度である。高緯度である北海道の夏は日中時間が日本一長いため、北海道全域を中央標準時より1時間または2時間加えることによって明るい時間を有効に利用しようという北海道サマータイム特区構想に絡んだ社会実験として実施されている。 最終的には、北海道全域に限り4月第1日曜日から9月最終日曜日までの期間、1時間または2時間時計を進める仮構想が提唱されている。札幌商工会議所は2004年7月の1、ヶ月間、北海道内の企業、観光庁に対し、就業時間を1時間繰り上げるよう呼びかける、北海道サマータイム月間を実施。 2005年は6月20日から7月31日までの期間内で実施。企業へのアンケートでもおおむね好評で、夏のイベントとしての定着が進められている。なお2007年以降は実施する企業が激減し、景気低迷の長期化でエネルギー消費量が減っているために、省エネの効果が出にくくなっているとの理由から、2010年はサマータイムを実施しないことに決定した。 また、2011年は7月の1ヶ月間に限って実施したが、参加の企業への参加呼びかけは行わなかった。2003年7.8月には、滋賀県庁で職員を対象にサマータイム導入実験が行われた。2006年6月から8月にかけ、岩手県欧州市において、水沢青年会議所が主導となり、サマータイム導入実験が行われた。奈良県庁は、 節電や仕事と生活を調和させるワークライフバランスにつながるとして2012年に導入。7.8月は会長時間を30分前倒ししてきた。ところが2016年に実施したアンケートでサマータイムをやめるべきだと答えた職員は43%、見直すべきが23%となり不評だったため2017年はやめることを決めた。 以前は夏時間の期間に入るまたは終わるたびに手動でコンピュータに内蔵されている時計の時刻を合わせていたが近年のオペレーティングシステムは自動的に内蔵時計を修正する機能を持っているファイルのタイムスタンプの扱いは使用するファイルシステム及びオペレーティングシステムによって異なる例えば FAT のようなタイムスタンプの記録にローカルタイムを利用するファイルシステムの場合 夏時間内で修正されたファイルを夏時間外で読み込んだ場合、時刻が1時間ずれる。一方、NTFS のようなタイムスタンプを協定世界時で記録するファイルシステムを利用している場合、このような問題は起きない。時刻の内部管理にアトックを使うことにより、夏時間を意識せずにファイルの読み書きができるものの、オペレーティングシステム上での取り扱いは、 各システムによって異なる。Windows 系の場合、Windows XP 以前の OS では、時刻は現在有効な標準時に合わせて表示される。例えば、夏時間の期間中にタイムスタンプが9時であった場合、期間外では10時と表記される。この方式では表示される時刻が、実際の時刻と異なることがある。一方で、夏時間の期間の前後で時刻に不連続が、 発生しなくなるという利点がある。また、時代、地域による、期間、調整時間の際や、未来の時刻を取り扱うときに実施当日までに変更される可能性がある夏時間規則を考慮する、必要がない。一方、Windows でも Windows 7以降および MacOS の場合は、期間中に9時であったものは、期間外になっても9時と表記される。この方式の利点、欠点は、 前者の逆である。Linux や b s d 系、オペレーティングシステムでは TZ データベースを用いて夏時間を管理している。デジタルカメラなどの画像ファイルで使われる、キシフでは GPS 関連の項目を除いてアトックやタイムゾーンなどは考慮されていない。このため夏時間を採用している地域では画像を読み込む時期によって撮影時刻の記録、表示が1時間ずれる。 ありがとうございます。